はい、タイガー・ウッズですね、よく見るんだとこういうことですね。でですね、アマリンが開発した、はい、まあ大事な重点なとこはここに丸をつけましたけど、ここで逆オーバーラッピングの2本目のところまでこうかぶせるっているですね。でこの丸のところがまあミソですけど、それでですね、で今私はなんでこれ撮ってるかっていうと、別にこう右手はね持ちやすく下から持つのが基本ですね、ゴルフパターのグリップっていうのはね。でこれ今見ててどの関節で持ってるのかなと思って、普通のこうパター用 の上が平らなグリップですね、これね、あのラバーのね、ラバーです。でそれをですね、人差し指はちょうど第二関節がバックラインの中心あたりに来てるんじゃないかなと思います。そして上のこう中指と薬指ですねは第二関節よりも奥の指の付け根との間ぐらいのところで持ってますよね、はい、でそこをね着目してほしいんです、ウッズはどうやって打ってんのかなと。で私はここは別に矯正してませんから、で私の場合は一応関節をもうちょっと浅く持って打ったりもしていますけれども、正直言ってあんまり考えたことはないですね、こう右手はね、振ってみてブレない角度に打てばいいわけでですね。で私ここ小指ここに丸つけたけどこれ間違ってますよね、重要なのは右手の方ですね、それはもう全く見えません。で左はこれ普通に持ってるのかなと思いますし、左もねまっすぐ抜くためにね同じような持ち方する場合もあります。さてこのグリップね、まあどこを開発したのかなっていうのは謎謎謎ってとこですかねそう言っちゃうとみんながやっちゃってみんながシンデレラガールになっちゃ困るんでね、一応伏せといてくださいということなんですね。はい、どうも。